はい、どうもどうもどうも、始まりましたゆうご .tv でございます。早いことで10月ですね、今日から。早い。はい、ということで本日もあおわトラちゃんバージョンで人生に役立つ情報を配信していきたいと思います。今日のお題は、世界のどこかに自分と同じ状況の人は必ずいる。こちらを今から読んできます。今日も一緒に学んでいきましょう。自分磨きのために。はい。泣いてるとき、一人きりのような感覚があります。こんなに苦しんでいるのは自分だけではないかと思います。明るいと遠くまで見えますが、暗いと遠くが見えません。自分しか見えなくなります。暗い絶望の中では世界で一人きりのような気がしてしまうのが自然です。しかし一人きりではありません。世界には何十億もの人がいます。自分と同じ境遇の人はたくさんいます。あなたが泣いている瞬間、世界のどこかには同じように泣いている人がいます。あなたが思い悩んでいる瞬間、世界のどこかには同じように思い悩んでいる人がいます。あなたが頑張っている瞬間、世界のどこかには同じように頑張っている人がいます。探す必要はありません。自分と同じような人を想像すればいいのです。心の中で思い浮かべられるのは人だけができる能力です。仲間を想像できた瞬間、心が強くなるのです。今日の格言。自分と同じ状況の人を想像して気力を出す。なるほどね。確かに。自分と同じ状況にいる、もしくはもう本当世界、自分よりもっと大変な人がいるんだなと思うと、確かにちょっと勇気づけられますよね。だからもう自分だけが不幸なんだと思って落ち込んでないで、自分よりもっと不幸な人が世界中にはもっとたくさんいる、頑張らなきゃという気持ちにならなきゃいけないということですね。はい、今日も勉強になりました。ご覧いただきましてありがとうございます。それではまた、良い10月を過ごしましょう。ドローン。